アビダ猫一ステーションにお越しの皆様、こんにちは。なんだろう。食事中のところ、ありがとうございます。ちょっと歌わせてもらうので、なんとなく聴いていただければ幸いです。なんか、すごく土日、絶好の行楽日和で、私も歌い終わったら美味しいもの食べたいなと思っています。はい。喋るのは下手なんですけど、ちょっとでも私たちのことを知っていただければ嬉しいなと思って、オリジナル曲も持ってまいりました。何という曲です。聴いてください。Thank you.
歌いますのでぜひこの後も聴いてみていただけたらいいなと思います。私たちも合わせてもらうんですけど、そうですね、いや緊張しますね。こんな広い場所で歌うのは本当に初めてなので。あと10分もあるんですか。もうすぐあと2曲でおしゃべりでつなぎたいとこなんですけどね。はい、おしゃべりが下手なので。もう一曲、オリジナル曲を歌いたいと思います。ちょっとこの明るい2曲、わかりました。直さなくても大丈夫。こんなにちょっと明るい天気なんですけど、ちょっとジメッとした曲をやりたいと思います。歌方という曲です。
にちは、そうですね、タクアンドホーリーと申します。主に札幌のライブハウスで月に1回ぐらい活動しておりますですね。先ほどミニデボイチっていうんでしょうか、あれに2人で乗ってきました。大人2人で乗ってきました。ちょっとだいぶ恥ずかしかったんですけどね、すごい音、大人が乗っても楽しめる、すごい意外に速かったです。ぜひ皆さんも絶対に乗って帰ってくださいというわけで、学園のホーリーと申します。次は、ちょっとでも、知ってもらえるようにオリジナル曲を持ってまいりました。こんな感じで静かな曲が多いんですけども、ぜひ BGM に聴いていただければなと思います。なぎという曲です。Thank you.
ありがとうございました。はい、実は今2ステージ目でお昼から今日はやっております。他あと3組素敵な先ほど私も聞かせていただいたんですけれども、素敵な素敵なミュージシャン3組この後も控えております。ぜひ聞いていていただければなと思っております。私たちはちょっと CD 作ってないので持ってきてないんですけど、物販も皆さんの CD 置いてありますので、ぜひご覧になっていってください。ありがとうございます。